お客や膝小脚、こんな座り方してしまう方、膝下がねじれていることが原因です。実は僕もたった2週間前まで膝下お客で、このメニューをやって解消しました。一回やるだけでも変化出ますので、ビフォーアフターで写真撮影してみましょう。スマホは床に置いて、膝を曲げて座りましょう。両手で、ふくらはぎの外側からすねにかけてですね、叩いていきましょう。お客や膝下お客の方は、だいたいこのね、外側使いすぎなので、こうやってね、マッサージして緩めていきましょう。強く叩けばいいってわけじゃないです。痛気持ちいいぐらいで優しくやりましょう。 OK です。そしたら次は足の裏合わせて外に膝を開きましょう。パタパタ動かしていきましょう。呼吸をね止めないようにしましょう。膝下お客の方だいたいねこう内股気味です。股関節が内にねじれてます。だからねしっかりこの動画では外に開くっていう動きを入れていきますので、一緒にね頑張っていきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。肩もね力抜かないようにしましょう。 OK。 じゃ次は右膝を立てた状態で両手で膝をこんな感じで固定します。つま先を床から浮かして膝固定したまま内外に動かします。こんな感じです。見えますか。膝は動かさないようにしてつま先を浮かせて内外に動かす。外にはね行きやすいと思うんですけど、この内に入れるのが苦手って方結構多いと思います。ゆっくりでいいです。膝は固定して膝下だけ動かすイメージです。きつい方はね後ろ背もたれに寄っかかっても大丈夫です。もしくはどうしてもきつくてできないよって方は椅子に座ってねやっても OK です。膝だけ動かさないようにしてつま先内外に動かす。 OK。 そしたら膝を伸ばします。でなるべく股関節開いて体を前に倒します。でつま先をしっかり真上向ける、戻す。つま先しっかり真上向ける、戻す。これ繰り返していきましょう。さっきも言った通り股関節がね内にねじれてる方多いので、しっかり真上向ける。真上向けるってことは股関節外にねじれるってことです。しっかり真上向ける、戻す。真上向ける、戻す。これ繰り返していきましょう。きつい。真上向ける、戻す。スピード勝負ではないですが、普段動かさない範囲までしっかり真上向ける。よし、OK。次は、右膝を立てて、こんな体勢作ります。で、右の人差し指を、左斜め前30度ぐらいに倒しましょう。この状態で、膝を真正面に倒します。正面から見るとこんな感じです。つま先は、斜め、左斜め前30度向けた状態で、膝を真正面に動かす。こんな感じです。ちょっとね、普段やらないことなんで難しいと思います。動かす。しっかりつま先は左斜め前30度の状態で、膝は真正面に動かす。正面から見るとこんな感じです。ちょっとね難しい方はこの動画ね再生速度落としてもいいです。しっかりつま先左斜め前30度向けた状態で、つま先は真正面。ラストもう一回しっかり真正面に膝を押す。 OK です。そしたら次はこのあぐらみたいな状態から右足をちょっと前に出しましょう。この状態で体真正面に倒していきます。右のお尻のストレッチです。お尻から外ももにかけて伸びる感覚ありますか。呼吸はね止めないようにしましょう。理想はおでこが床につくことですが、最低でもね肘が床につくぐらいまでいってほしいです。いまいち伸びないよって方は足もうちょっと前に出したり手前に引いたり、もっと体を前に倒したりして、いろんな角度試してお尻外もも伸びる位置探してみましょう。オッケー。そしたら次は、右足を左こっちに持ってきます。でこの足をしっかりお腹にグッとつけると右のお尻が伸びてくると思います。なるべくピンと背筋正すとお尻より伸びます。きつくてできないよって方はこの足がこの辺でもいいです。右のお尻伸ばすことが目的です。伸びてればそれで OK です。頑張れる人は足をなるべくしっかりお腹につけてピンと胸を張る。あんまり肩ね力入れすぎないようにして呼吸は止めないようにしましょう。伸びますか。もうお客の方とかねだいたいお尻硬くなってるのでしっかり伸ばしましょう。 OK です。そしたら次は右足ちょっと前に出しましょう。でこの状態で右の外ももをマッサージしていきます。手のひらで、こうやってやってもいいし、もしくはねこうやって前腕腕を使ってやってもいいです。もしくはなんかね、道具がある方はこうサランラップとかマッサージガンとかでやってもいいと思います。痛気持ちいいぐらいで、この外もも全体マッサージしていきましょう。さすってもいいし、腕でもいいです。
結構ね、特にこの付け根の方、張ってる方多いと思うので、入念にね、やっていきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。強ければいいってもんじゃないです。痛気持ちいいぐらいで、ね、やってあげるといいと思います。よし、OK です。そしたら一度両足を伸ばしてみましょう。こうするとね、やった右足だけまっすぐになってるのがわかると思います。膝の向き、つま先の向き、どうでしょう？まっすぐになってませんか？これで左足も反対側やっていきます。そしたら次は左足をこんな感じで立てます。で、両手で左膝しっかり固定した状態で、つま先を浮かせます。この状態でつま先を内、外に動かしていきます。これね、結構難しいですよね。膝は固定して膝下だけ動かすイメージです。特に外に行くのはね、比較的簡単だと思うんですけど、この内に入れるのがね、難しいと思います。外に30度、内に10度ぐらい動けばね、十分です。ゆっくりです。スピード勝負じゃないですよ。ただ、この時あんまり肩にはね、力入れすぎないようにしましょう。呼吸止めないようにしましょう。頑張って。膝は固定しておいて、つま先浮かしたまま、内、外です。スピード勝負じゃないですよ。普段使ってない筋肉を使うことが目的です。OK。そしたら次、左足伸ばします。で、股関節、なるべく開いた状態で、体を正面に倒します。で、この状態で、つま先真上向ける、戻す。つま先真上向ける、戻す。左のね、内もも伸びる感覚があるといいです。先ほどもお伝えした通り、股関節がね、内にねじれてる方多いので、しっかり外ねじり。戻す。しっかり外ねじり。戻す。呼吸止めないようにしましょう。きつい方もね、ゆっくりいいので、つま先なるべく真上向ける。戻す。つま先なるべく真上向ける。戻す。ラスト一回いきましょう。しっかりつま先真上向ける。よし、オッケー。そしたら次、ちょっとね、左足を立てましょう。こんな感じです。この体勢作りましょう。で、左のつま先を右斜め30度、こんな感じで向けます。で、膝は真正面にグッと押す。こんな感じ。横から見ると、こんな感じです。つま先は斜め、右斜め前、30度向けて、膝は真正面にグッと押す。結構ね、これ難しいんですけど、やってみましょう。どうでしょう？できますか？こんな感じです。つま先は右斜め30度。きつい。普段しない動きしてるんで結構きついと思います。オッケー。そしたら次は、このあぐらみたいな状態で、左足前に出しましょう。この状態で体真正面に倒していきましょう。左のお尻伸びる感覚あれば、OK です。お尻外ももあたり伸びますか？いまいち伸びない方は、足手前に引いたり、ちょっと前に出したりして、左のお尻の、ね、伸びる位置探してみましょう。どうしても股関節内に入っちゃうことが多いんで、股関節外に開いた状態でね、お尻のストレッチをしてます。お尻外ももあたり伸びてればそれで正解です。よし、 OK。 そしたら次は、左足を右こっちに持ってきます。で、この状態でこの足をお腹にグッとつけます。左のお尻伸びる感覚あれば OK です。伸びますか？もしこの体勢できない方は、左足もうちょっと前、ここでもいいです。左のお尻が伸びてればそれで正解です。頑張れる方は足をなるべくしっかりお腹につけてピンと胸を張る。そうするとね、お尻伸びてくるんじゃないかなと思います。こんな感じでね、ちょっとずつ難しいストレッチも入れていこうと思いますので、ズボラな方もね、少しずつペースを落としたりとかサボりながらでもいいからね、一緒に頑張りましょう。 OK です。そしたら次、左足だけ前に出しましょう。外もものマッサージしていきましょう。こう手のひら使ってもいいし、腕使ってもいいし、もしくはね、サランラップとか筋膜ローラーの方はそういうのでやってもいいです。マッサージガンでもいいと思います。僕はね、こうやって腕とか手のひらでやるのがやりやすいですね。お客、膝下お客の方はもう外ももパンパンに張ってるので、しっかりね、使いすぎた外ももこうやって緩めてあげましょう。お風呂の中とかでもね、できるときはたくさんマッサージしてあげると良いんじゃないかなと思います。呼吸はね、止めないようにしましょう。 OK。 そしたら、足の裏こんな感じで合わせます。で、体の前でひし形作るイメージです。ひし形作るイメージで、この状態で体真正面に倒していきます。
お尻、外もも、あと腰が硬い人は腰のあたりまで伸びると思います。理想はおでこが足につくことですが、最低でもね、肘が床につくぐらいまで行ってほしいです。僕もちょっとこれは結構硬いです。股関節が内に入ったばっかりなので、しっかり膝を外に開いてね、股関節外に開いた状態でお尻のストレッチをしてます。今回ちょっと難しかったですかね。一応こうペース配分とかも考えながらやったので、難しかった、簡単だった、もうちょっとこうしてほしいとかね、あれば気軽にコメント欄で教えてください。よっしゃ、 OK。 それ最後一緒に開脚しましょう。でそんなに限界まで開かなくていいです。ある程度開いたら、その状態でつま先を内外にねじる、内外にねじる、繰り返していきましょう。どうしてもね、内に内に入りがちなんで、つま先しっかり外向ける、内入れる、しっかり外向ける、内入れる、余裕があればもう少し開いてもいいと思います。しっかり頑張ってでね、写真ね、毎日じゃなくてもいいです。1週間に1回でも3日に1回でもいいです。撮影してあげるとね、膝下O脚や O脚が解消していくのが分かるので、スマホでいいんでぜひ撮影してみてください。であとね、足痩せ早くしたいよって方、全然これじゃ物足りないよって方は、概要欄に追加の動画貼ってますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。あとはね、インスタ、ツイッターも毎日更新してますので、概要欄からご覧いただければと思います。 OK です。お疲れ様でした。よく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もう全然ズボラじゃない。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。ゴールデンウィークダイエット頑張るきっかけ作りの企画やってます。夏に向けてダイエット頑張りたいけど、全然習慣ができてない。そんなことありますよね。そんな方のために、ゴールデンウィークダイエットメニュー作りました。この動画の概要欄の固定コメントから、無料の公式 LINE 友達追加でもらえます。ゴールデンウィーク途中からでも最終日からでも参加お待ちしてます。一緒に頑張りましょう。